かってるわよ、ヤマトが夢だってのは。でも、大丈夫なの？寮とかじゃなくて一人暮らしでしょ？ご飯とか掃除とか洗濯、ああ心配だわ。ダメー、8割くらいは女性客なのよ。このご時世、うちの店の看板代わりの希少な男の店員さんなんだし、身だしなみはきちっとしないと。ヤマトしばらくいなくなるんだよね。わかってるわよ、ヤマトの夢だってのは。でも、大丈夫なの？寮とかじゃなくて一人暮らしでしょ？ご飯とか掃除とか洗濯、ああ心配だわ。8割くらいは女性客なのよ。このご時世、うちの店の看板代わりの希少な男の店員さんなんだし、身だしなみはきちっとしないと。ヤマトしばらくいなくなるんだよね。
るわよ、ヤマトの夢だっての。でも、大丈夫なの？寮とかじゃなくて一人暮らしでしょ？ご飯とか掃除とか洗濯。ああ、心配だわ。しばらくいなくなるんだよね。わかってるわよ、ヤマトの夢だっての。でも、大丈夫なの？寮とかじゃなくて一人暮らしでしょ？ご飯とか掃除とか洗濯。ああ、心配だわ。鉄板ナポリタンと食後にアメリカンコーヒー入りました。私失礼します。